格闘料理伝説ビストロレシピは1999年にバンプレストから発売されたゲームソフト。同年にコミックボンボンで漫画化され2001年からはアニメ化された。ビストラーと呼ばれる料理人が作った料理にレシピカードと呼ばれるカードを載せることによりモンスターを登場させそのモンスターで対決をする。料理に失敗すると マックロンと呼ばれる弱いモンスターが生まれてしまう。ゲーム版ではモンスターを和、洋、中、エスニックの4つの属性に分けた。多様のモンスターが出現したが、後に発表されたパスワードを入力することによってのみ、出現する隠れモンスターが存在することが判明している。3作とも販売はバンプレスと、開発はレッドカンパニーが担当している。 このゲームが発売された頃のゲームボーイをプラットフォームとしたロールプレイングゲーム作品は少なからず、ポケットモンスターの模倣を脱する意欲が見られるべきとなっており、この作品も同様である。しかし、技の使い分けが不要で単調な戦闘、マップのマス目ごとに戦闘をこなすだけで進行するストーリー、ボリュームのある内容ではないにもかかわらず、 前後編に分けて発売された、良くも悪くも鈍欲な販売戦略などから、ゲームとしての評価は、カンバしいとは言い切れない。1999年から2000年まで、講段社のコミックボンボンに連載された。原作を、足田俊太郎、作画を、津島直人が担当し、初期は原作に沿って、物語を展開していたが、徐々に、オリジナル色を見せ始める。また、 バトル漫画よりは料理漫画に近い内容の回も多い。単行本は2巻まで発行されたが、物語は完結せずに連載を終了した。2001年11月から2002年6月まで NHK 衛星、第2の毎週火曜日18時30分から18時55分で全26話が放送された。漫画版を原作として話を展開させているが、 アニメ独自の物語を挿入させたり、結末が漫画版と異なっていたりしている。ありがとうございます。